お前たち、ちょっと待て。連絡のあった連中か。よし、通っていいぞ。あら、臆せずに来たのね。感心感心。俺は戦いに来たわけじゃない。王女と話し合いをするために来たんだ。話し合いですって？まだそんなことを言っているの？まあいいわ。私はお前たちを出迎えるように言われただけだし。バイオレット様は越見の間にいらっしゃるわ。さっさと負けてらっしゃい。王女の方から会ってくれると言うならちょうどいい。話し合いができればまだ希望はある。だけど油断は禁物だよ。アーテルも王城にいる。シアンが召喚した僕をわざわざ封じ込めたんだ。神々の戦いに無関係とは思えない。王様も彼から神々の戦いの話を聞いたと言っていたし、何者なのかしら。ここでああだこうだ言っていてもしょうがないだろ。何もわからないんだしさ。そりゃそうだろよ。バイオレット王女。ほう、アーテルの言った通りだ。神々の紋章が成長を迎えた。待っていたぞシアン。時は来た。さあ、神々の代理者として戦おうぞ。待ってくれ、その前に俺の話を。話すことなどない。私は秩序の戦士、お前は混沌の戦士。ならば戦うのが宿命だ。待ってください。神々のために二人が争う必要なんてないわ。何を言う、まいごとを。我ら人は神々の恩恵なくして生きてはいけぬ。その神々より宿命を賜ったのだ。それを果たさずして何が人か。混沌に勝利し、秩序による平和を手に入れる。それこそが正しき道。それは違うわ。秩序が勝てば世界は停滞してしまう。何の変化も起きない。進展も発展もない。ただ無意に時間が過ぎていくだけ。あなたの望みはそんな世界なの？世界のありようは人が決めるものではない。それは神々の領分だ。人は神々に従うまで。それはお前も同じだシア。混沌の神々に選ばれたのならば、お前もその使命を果たし私と戦え。ああもう、ちょっとはこっちの話も聞いてよ。聞く必要はない。まったく、頭の固い姫様だぜ。戦うだけなら問題ないんだろう、エリス。ええ、おばば様から聞いた話だと、相手の命を奪わなければ大丈夫なはずよ。ほう、随分と余裕ではないか。相手の命の心配までするとはない。だが忘れたのか、稽古試合では私が圧勝したことを。今までの俺たちとは違うところを見せてやるさ。ならば
こちらも本気を出すとしよう。来い、ルクス、アンブラ。バイオレット様の仰せのままに。今こそ刃となって力を貸そう。トリガーが2体。そんな、一人に1体のはずなのに。これこそ我が正義の証。この戦いを秩序の神々に捧げる。我に勝利を。これで決める。ここを任せて。備えあれば。やっこれに任せろ。せやせや決めるせや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 決めるぜ。決めるぜ。せやせやさあ行こうか。これを任せて。これでどう？できるか？せやせやせや。危ねえ危ねえ。こいつを使う。これでどうだ。こいつを使うぜ。こいつを。これでどう。これでどうだ。こいつを。こいつを。こいつを使うぜ。あぶねあぶね。助かったわ。あぶねありがとう。あった。せやせいった。やっせいった。俺が行く。やっせいった。どうだ。いざ。さあ行こうか。やっせいった。どうやって戦おうか。痛っ。捕らえ。やっやっ。これで決める。やっやるか。危なかった。助かったぜ。準備は大切だよ。やっせ。あったな。ありがとう。危なかった。助かったぜ。やった。よし、やるか。使うぞ、これだ。使うぞ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 。これだ。使うぞ、これだ。よし、やるか。危なかった。キャス、悪いな。準備は大切。ここは任せて。油断は大敵ですよ。そうだわ。これな。よし、いけそうね。準備バリバリ。決めるぜ。ダイエット。
やるか。なんとかなったな。悪いな。ありがとう。これだ。これだ。これだ。私の負けだと。勝ち負けなんて関係ない。俺はあなたと話し合うために来たんだ。黙れ。この紋章がある限り、秩序と混沌の戦士は戦う運命にあるのだ。私を殺せ、シアン。勝者の権利だ。さっきも言っただろ。俺はあなたを殺しはしない。ここで殺さねば、再びお前に挑むぞ。それでもか。ああ、それでもだ。無抵抗の相手に剣を向けるな。俺は父さんからそう教わったんだ。困りますね。それでは困るのですよ。アーテル、我が言葉、その身を縛る鎖となる。体が動かない。これは混沌の魔法陣。さあ、今のうちですよ、バイオレット王女。とどめを刺してしまいなさい。ここで混沌の戦士を殺せば、秩序の神々の勝利となりましょう。長きにわたる神々の戦に、あなたの手で終止符を打つのです。断る。あ、今何とおっしゃいました？断ると言った。無抵抗の相手を斬るなど騎士道に反することはできん。バイオレット王女。はあ、甘い。全く甘いですね。秩序の神々に勝利を捧げねばならぬというのに、騎士道などというさじにこだわるとは。仕方ありません。ならばこういたしましょう。アーテル、貴様。アーテル、何をする。神々より与えられた宿命と騎士道、どちらを優先すべきかなど言わずもがな。なぜためらうのです？なぜ悩むのです？さあ、シアンを殺すのです。バイオレット、世のことは気にせずこやつを切れ。シアンを殺してはならぬ。世はかつて大罪を犯した兄を自らの手で切った。もちろんそれは王族の務めであり、やむを得ぬこと。だが神々の戦いなどで互いに殺し合う必要はない。二人には世と同じ苦しみを味わわせたくないのだ。父上。さあ、今こそ秩序の神々に勝利を。今だ、ライ。バリバリ任せろ。
何？余計なこと！おっと、ヴァイオレット王女、今度はあなたが人質となる番です。アーテル、あなた何者なの？さーて、私は一体何者なのでしょうね。ヴァイオレット様、アーテル、貴様、ヴァイオレット様に何ということを。おっと、邪魔が入りましたか。私の正体を知りたくば追ってくるがよいでしょう。デセスペラシアにてお待ちいたしております。ヴァイオレット王女と共にね。どうだ、少しは落ち着いたか。ああ、いろいろとすまない。なーに、こういう時こそ吸気性の称号が役に立つってもんだ。でもザンティス、あなただって怪我してるのに。それはシアンやジョーちゃんも同じだ。俺が動いた方が城内の騒動は収まる。だから俺がやる。適材適所ってやつだよ。それにシアンの方が大怪我だったようだしな。もう大丈夫なのか。ああ、それほどでもなかったようだ。痛みはあるが大した怪我じゃなかった。よかったな、ザンティス。ああ、まったくだ。それで王女様は見つかったの？城内を隅々まで探したがどこにもいなかった。混沌の力を使ってデセスペラシアに転移したんだろう。奴が力を使った時に現れた魔法陣は混沌のものだった。混沌の信徒であることは間違いないだろうな。なぜ混沌の信徒が秩序の戦士である王女を。アーテルに聞くしかないんじゃない。そりゃそうだけど。それとシアン、バルト陛下が謁見の間でお待ちだ。